はい、おはようございます。マチカンのマロンです。今5時42分ちょっと遅れてるから5時40分だと思います。先ほど6時ちょっと前ぐらいですね、起きまして、ウェットフードを食べまして、今妻とじゃれ合っております。今日はいい天気みたいですね。まあ、ちょっとゴミ捨てに出たんですけど、青空が出ておりました。昨日スーパームーンということで月を皆様見られたでしょうか。我が家は家の窓からちょっと見ましたが、今日はちょっとマロンちゃんご機嫌モードですかね。ゆきちゃんも一応先ほど、ピーマンと、キュウリをあげたのでだいぶおとなしくなっております。まあ、半分ゆきちゃんに起こされたようなところもありますが、ぷい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 言ってました。よいしょ。まあ、だいぶ大きくなったということで皆様には言われておりますが、あともうちょっと大きくなるんじゃないかと思います。そうですね、推定今 2.5 キロ。まあ猫ちゃんの標準体重だと4キロ以上の5キロ前後ぐらいになるみたいなので、まあマロンちゃんがそれぐらいの大きさになるとなると、さらに今の状態よりもって感じでしょうか。ぴょんぴょん飛んでくれますね。まあ今の調子で食べ続けると 7,8 キロになったりするよとかっては言われておりますが、他のマンチカンを飼ってる方もそんなことを言っておりましたね。果たしてどれぐらいまで大きくなるんでしょうか。今日昼間は暖かくなるそうですけども、朝はちょっとまだ冷えておりますからね。だいたい7度前後ぐらいでしょうか、ね、昼予想は20度ぐらいということで聞いております。飛んでおりますね。遊びたいモード入っておりますね。それでは、マンチカンのモノ、これでは朝編ということで載っけたいと思います。それでは、皆様、今日一日またよろしくお願いします。